日本のタバコブランド日本の喫煙では日本における喫煙の所相について記述する2003年に施行された健康増進法等により喫煙場所喫煙者は減少している原則禁煙を目指し健康増進法改正案の提出が見込まれるなど政府民間ともに禁煙に向けて動いている国内用タバコ生産は縮小しタバコ農家の辞任は 平成23年の1801人から平成31年、令和元年には6割が配作して4675人に減少、はたばこは高齢化も進んでいる。喫煙の健康影響面では、平成24年の厚生労働省資料によると、日本における喫煙による死亡者は、年間およそ12万人から13万人である。日本では、 室町時代末期から安土桃山時代に、ポルトガルの宣教師たちによって持ち込まれた。日本へのタバコの伝来は、諸説あり、天文12年の種ヶ島への鉄砲伝来時、慶長10年前後の南蛮ト来などがある。キセルによる喫煙が主であり、江戸時代初期には全国に普及したが、非常に高価な薬品として普及していた。日本の喫煙に関する最古の資料は、 慶長年間に存在し、慶長14年に記された、八条宮俊人親王タバコ説、修道士による、ブルギーリオスの報告書などがある。種子の伝来における最古の記録は、慶長6年、スペインフランシスコ会修道士、ヘロニモデヘススが療養中の徳川家康に、タバコ由来の薬とタバコの種子を献上したというもので、ある。 財務省財務総合政策研究所の資料によれば、旗箱は薬草として、慶長年間に各地に普及していた。前述のように、江戸時代における主な喫煙方法はキセルであった。江戸幕府は火災予防や社式禁止の観点からしばしば、タバコ禁止令を出しているが、幕府や藩の先輩とすることで次第に許可されていく。江戸中期には、 タバコの値下がりとともに、庶民への喫煙習慣も広まっていくことになる。法歴年間には、庶民用のタバコ10問目が8分程度であった記録が残されている。また、この時期に着せる、タバコ盆タバコ入れなどの工芸品が発達した。家康は、寸布城内で不審火による火災が、たびたび発生したことで、秀忠が、将軍の代の慶長を14年、禁煙令を出した。 江戸幕府はたびたびか禁煙令、タバコ工作、売買の禁令を出し、財産没収の罰則も設けていたが、タバコの禁令は守られなかった。タバコの禁令を出す理由は、火災のほか、刑の町に出没する刑組、川馬鹿ま組という反社会的勢力歌舞伎者が、当時珍しい南蛮から伝来したタバコの喫煙を、 都刀の印にしていたのでそれを取り締まるためであり、また他の理由では、タバコ栽培農家の増加で、米の生産口に影響が及ぶことを防止するためで、あった。家康が死去するまでの幕府による禁令は、慶長14年の禁煙令の後、慶長15年の禁煙令、慶長16年の禁煙令、慶長17年のタバコ喫煙、売買、工作の禁令、 慶長19年のタバコ喫煙、売買、工作の禁令、玄奈元年のタバコ喫煙、売買、工作の禁令、玄奈2年から玄奈8年に5度のタバコ売買、工作の禁令などである。イギリス省官長、リチャード・コックスの玄奈元年から玄奈8年までを、記したイギリス省官長日記によると、家康は、大御所として禁煙令に関与していた。 三大将軍家光が将軍になった現和九年に禁煙令が出されたが、官営期には喫煙が可能となり、官営十一年に三重県のあたりではタバコ座が許可された。しかし、官営十九年に官営の大飢饉が起きた年に本田畑のタバコ工作が禁止となり、官営二十年の田畑勝手作禁止令もまた田畑のタバコ工作を禁止した。 家光の時代にはキセル狩りが実施された。慶安2年、江戸では、家屋内の喫煙が許可され、四大将軍家綱が、将軍の女王3年、江戸城内は、全面禁煙から場所を限り許可された。漢文10年以降、本田畑のタバコ工作禁止が強化される禁令が、多数出され、遠方3年には、タバコ工作を半減にして、 工作面積を役所に届け出る覚書が出された。綱吉が五代目将軍の元禄期頃には、タバコの新たな禁令が出なくなった。家光の代以降、喫煙が一般に波及すると、各藩では、運上金、苗賀金等の課税、タバコ工作奨励の松山藩などの措置が取られた。江戸後期の天命5年から完成2年と推定される、江ゴ読み。 タバコが伝わり、普及しだした江戸時代から、一部の日本人は、タバコに健康問題があったことを知っていた。例えば、聖徳2年に、貝原駅兼が表した、養生訓では、巻第四院サフタバコにおいて、タバコは、性毒あり、煙を含めて、まばゆひとおるることあり、病をなすことあり、習えば、癖になり、むさぼりて、後には止め方足し等の記述がある。 万事三道次郎賞の公録、高峰万事三和直ナ録では、受動喫煙の害が、医学的に記述され、免山随法前次の公録、永福免山随法和直ナ録で、同様の記述があり、万事三和賞の公録については、受動喫煙、残留受動喫煙被害を記述した文献として、ゲーテ以前の世界最古であると、住職、医師のライバ名ただしらは考えている。 元禄10年に開国で発布されたとみられる諸国豪尊皇ヒアオグで第23条では、タバコが病気になる、時間と金の浪費になる、等の理由による喫煙禁止が挙げられている。このいわゆる、慶安おふれ書きは、江戸時代後期の徳川美希に収録されている、江戸時代の文献である。明治時代になってから、それまでのキセルによる喫煙に代わり紙巻きタバコが、 庶民の間に普及した。当初日本には大手は2社の紙巻きタバコ会社が存在していたが、日清戦争開始後に財政難に陥った国により、はたばこ千倍法が1898年に制定され、タバコは専売制になった。当時、タバコによる税収は国税において大きな割合を占めておりには、タバコによる税収は 塩の税収などと合わせて予算の20%を計画し、実際の歳入はタバコが4.1%。塩は赤字、日清、日露戦争などの戦費調達のための財源とされた。明治期の西洋化により、もっぱら刻み、タバコとキセルによる喫煙であった日本に、紙巻タバコが入ってきた。その後、紙巻タバコは日本国内で製造、販売が始まり、 明治2年に元彦根藩士の土田康五郎が紙巻きタバコの製造を日本で初めて試みたとされる。明治6年には竹内武司と石川治平がウィーン万国博覧会で見た紙巻きタバコ製造機を買い入れて製造を始め、明治10年には第一回内国官業博覧会に出品して受賞。明治10年代になると、 銀座の岩谷松平や千葉松平はじめ、都市を中心に、紙巻きタバコの製造販売が本格化していく。明治24年には、米国と組んだ、京都の村井吉兵衛が東京に進出、ポスターや、街頭宣伝、おまけ付きタバコ販売など、各社の派手な宣伝は、明治タバコ宣伝合戦と呼ばれた。明治30年頃には、タバコ賞が5000人、最大手は、 東京の岩谷商会と京都の村井兄弟商会であった。1899年に村井は日本に一大製造工場を建てて日本の低廉な賃金を利用して一挙に日本のタバコ業界を圧倒しようとするアメリカンタバコカンパニーと資本合同を行って株式会社化し市場を接見し始めた。この外資導入を警戒した日本政府は タバコの専売化を急ぎ、1904年に施行、国内のタバコ会社は保証金を得て廃業した。なお、紙巻きタバコの消費量が、キセル用の刻みタバコの消費量を上回ったのは、大正12年であった。明治維新が起き、明治政府による、近代国家日本は、財源確保のためタバコに着目し、明治9年に、 タバコ税則が施行され、日清戦争後の明治31年に旗箱を国家が買い上げる洋タバコ専売制の旗箱専売法、明治37年に国内タバコ産業保護や日露戦争の戦費調達等のため国家がタバコの製造、販売を管理するタバコ専売制のタバコ専売法が施行された。タバコ専売法施行後の明治38年度の タバコ専売税収はおよそ3360万円で、租税収入全体のおよそ6.3%であった。主要銘柄としては、口切りタバコの、四季島、朝日カメリアなど、両切りの、ゴールデンバット、リリーなどがあり、1910年代後半頃には、口切りは、上層の人々や、社交界で、両切りは労働者や農民など低所得者が消費する。 ものという認識が形成された。日本の外地では、1906年、政府指導の元東亜タバコ会社が設立された。この新会社は、専売局製造のタバコの輸出と、現地での製造販売に取り組み、約半世紀のアイダブリティッシュアメリカンタバコ会社と、中国市場で激烈な競争を続けた。対正10年には、 日本統治下の朝鮮でもタバコ専売制が施行された。1920年代後半になると最新式製造機の出現により両切りタバコの生産性が一気に上がり、1930年代にかけて両切りの販売数が飛躍的に伸びた。1925年にタバコの値上げが実施された際には政府に激しい非難が集まり、 戦敗制への不満も湧き上がった。第二次世界大戦の日本敗戦後の昭和23年、連合国最高司令官、ダグラス・マッカーサーは、内閣総理大臣、足田ひとしあてに、国家公務員法の改正に関する書簡を発し、日本政府は、書簡で示唆される、公共企業体設立の旨に基づき、連合国最高司令部と協議をし、日本戦敗公社が設立された。 それにより明治のタバコ専売法は改正された、バコ専売法が施行された。専売制は昭和60年の日本タバコ産業株式会社発足まで続いた。第二次世界大戦終盤の昭和19年11月、品不足によりタバコは配給制になり、当初は青年男子一人につき1日6本。配給にあたる隣組の融通によっては、 女子喫煙者への配給が認められた。昭和20年の5月に5本、8月に3本に減り、女性への配給は、第二次大戦後の昭和22年5月に始まり、配給本数は、当初男性の4分の1、同年11月に男性と同数が配給された。配給制は、昭和25年まで続いた。終戦直後の物不足の中にあって、タバコ税収は、 財源として重視され、タバコや塩などの品目は、国家予算の約5分の1へと増収が図られた予算が組まれたが、昭和20年のタバコ専売税収の実習はおよそ9億7000万円で、国家歳入総額のおよそ4.1%であり、塩専売の税収の実習は1億2012万円の赤字であった。第二次大戦後も、 1985年まで日本専売公社によるタバコの専売が続いた。1980年時点では輸入タバコには90%の関税がかけられ、国内市場における輸入タバコのシェアは1.5%未満に過ぎず、日本国外のタバコ企業が日本国内でテレビ、雑誌、看板などの宣伝活動や、 市場調査を行ったり販売網を築いたりすることはできなかった。しかし、1980年のアメリカ合衆国、フィリップ・モリス社の5カ年計画において、日本に対し市場を開放するよう圧力をかけることが計画され、1982年に、米国通商代表部は、日本政府に対し、関税の90%から20%への引き下げ、 海外企業の宣伝活動や市場調査の許可を求め交渉した。1985年、日本船売公社は日本タバコ産業に民営化され、1987年には米国タバコへの関税は撤廃された。結果として、米国からのタバコ輸入本数は1986年に99億本、2002年には780億本へと増加し、 米国のタバコ輸出の61%を占めるまでになった。また、日本タバコ産業は民営化されたとはいえ、日本タバコ産業株式会社法により、財務省が1、3兆の株を保有している。明治時代の文献では、明治13年創刊の養生雑誌がタバコの害を記述し、外国文献の省略形式により掲載した。明治14出版の 内科要略は、慢性に腰つくろ土中毒と、慢性動脈内膜炎の関係に言及し、喫煙を、上場動脈効果の危険因子とみなしていた。喫煙の有害性が、一般に認められていた、明治時代において、明治22年、東京文理科大学初大学長、三宅米吉は喫煙と健康について警告した、論文、学校生徒の喫煙を書いた。 年少者に及んでいた喫煙の問題により、明治27年、小学校での喫煙禁止の訓令小学校における体育及び衛生が発生され、明治33年、未成年者を全面的に禁煙とした未成年者喫煙禁止法が健全なる青少年の育成のために施行された。未成年者喫煙禁止法の背景には、不国境兵策があり、 幼年者が喫煙で肺を悪くして徴兵できなくなることが有料されていた。明治からの未成年者喫煙禁止法は、令和の日本においても改正を経て継続的に実施されている。日本の成人年齢は、明治9年以来、満20歳である。年齢に言及せず、未成年者の文言だけであった同法に、満20年に、イタリラサル社の文言が加えられたのは、 昭和22年の改正であった。JT による日本におけるタバコ販売チャンネルの構成は、平成23年9月の同社資料によると、コンビニエンスストアが約60%、一般店が約25%、スーパーマーケット、駅売店、その他が約15%である。タバコの自動販売機大倉省専売局は明治43年9月。 タバコ自動発、あたいを小売店に設置した。東京で開始されたタバコ自動販売機は、大正時代に大阪に設置され、昭和に日本全国に設置された。平成8年4月、全国タバコ販売協同組合連合会は、未成年者喫煙防止のため、屋外設置のタバコ自動販売機に深夜稼働の自主規制を設け、午後11時から午前5時を、 稼働停止にした。平成13年、日本タバコ協会、全国タバコ販売協同組合連合会、日本自動販売機工業会は、未成年者の喫煙防止対策、タバコ購入防止対策として、タバコ販売用に成人識別自動販売機を開発し、平成20年を目標に、日本全国へ導入することを発表した。その計画により、 平成20年3月から成人識別タバコ自動販売機の日本全国への導入が段階的に開始し、タバコ自動販売機による購入には IC カードのタスポを使用することになり、この当時およそ43万台設置されていた日本全国のタバコ自動販売機は7月にタスポによる IC カード方式成人識別タバコ自動販売機、 として、日本全国での稼働が開始した。それに伴い8月から、深夜稼働の自主規制は解除され、解除は販売店の判断による任意での実施となった。福島県のセブンイレブン店舗。店舗ガラス窓に、タバコ販売の表示。入り口付近に灰皿。平成23年2月21日。平成23年のデータによると、日本における、 JT のタバコ販売経路の約60%をコンビニエンスストアが占めている。日本の大手コンビニエンスストアにおける商品構成においてタバコの販売比率は高い。サークル計算クス平成22年11月のタバコ販売構成比は26.5%、平成23年2月は27.1%。 平成23年11月は30.5%。ローソン平成22年度のタバコ販売構成比率は24.9%。平成23年度第3四半期類計期間のタバコ販売構成比率は28.3%。また、ファミリーマートが公表している商品分類別の売上高におけるのタバコの比率は、 平成22年2月期22.3%、平成23年2月期22.7%、平成24年2月期26.5%。コンビニエンスストアの客層は20代から30代の男性が主力であるが、プライベートブランドや昼食の強化で新たに女性や高齢者の客層を獲得している。 成長が見込まれる宅配事業のターゲット層は高齢者や共働き夫婦ら買い物難民等である。大手コンビニチェーンでは各地方自治体の条例に即して灰皿を設置しない店舗、灰皿を入り口から遠い場所に設置する店舗がある。ファミリーマートとローソンは路上喫煙禁止条例の規制地域では原則として灰皿は撤去。 その他の地域では灰皿を入り口から離して設置する。平成18年現在のセブンイレブンは店舗入り口の灰皿の扱いは地域行政に従うことになっている。平成23年3月11日の東日本大震災により発生した福島第一原子力発電所事故は東日本広域が低濃度から高濃度の放射能汚染に至り、 東日本広域の旗箱畑もまた放射能に汚染された。日本タバコ産業によると、福島県1175個の旗箱農家は、平成23年産用タバコの生産を断念した。JT は、平成23年8月中旬から、購買前の黄色種、バーレ種。 在来種それぞれの乾燥済み用タバコの放射性物質検査を実施した。黄色種の検査対象の茨城県、栃木県、千葉県、静岡県産は当時 JT が設定していた放射性物質の自社暫定基順値、放射性セシウム500ベクレルキログラム、放射性要素2000ベクレルキログラムを超過しなかった。 バーレイ種と在来種の検査対象の宮城県、茨城県、栃木県、群馬県産もまた、当時 JT が設定していた、放射性物質の自社暫定基準値、放射性セシウム500ベクレル、キログラム、放射性要素2000ベクレル、キログラムを超過しなかった。平成24年3月、JT は放射性セシウムの自社基準値を引き下げ、100ベクレル、キログラムに設定した。 これは厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課が同時期に発表した一般食品に適用する放射性セシウムの新基準に合わせたものである。すでに買い取り済みの新基準超過分は廃棄され厳重な検査が継続される。JT は新たな基準値を超えることが懸念される。福島県の旗箱農家128個に 平成24年産用タバコの売買契約解除方針を伝えた。JT の紙巻きタバコは、黄色種、バーレー種、在来種がブレンドされ、さらに外国産の旗箱がブレンドされるため、放射性セシウム検出の旗箱が単独で使用されるわけではない。平成24年の現段階では JT が販売している紙巻きタバコで使用している平成23年産の 旗箱はタバコは沖縄県産、九州産のみである。はたばが熟成期間等を要するためであり、タバコ園の微量の放射性セシウムを喫煙者本人が、救援、他人が、受動喫煙により、救援、周辺空間への拡散、吸い殻への残存等が起きるのは、平成23年3月から数年を経た後である。はたばに含まれるセシウムが、金属セシウムならば、 タバコの燃焼熱で沸点になり、水酸化セシウム、または塩化セシウムであれば、タバコの燃焼熱で沸点にならない。原子力事故で工作を中止した福島県を除く、東北5県、関東4県、静岡県の合計9県の平成23年産の、ハタバコ生産量は、合計885万2 0 0 0ラムである。内訳は、 青森県二百九十九万四千キログラム、岩手県二百六十九万九千キログラム、秋田県九十一万九千キログラム、山形県二十五万五千キログラム、宮城県十五万七千キログラム、栃木県十九万八千キログラム、茨城県百四万千キログラム、千葉県五十二万六千キログラム、群馬県二千キログラム、静岡県六万千キログラムである。 アメリカ合衆国、オランダ、ノルウェー、日本、フィンランドの成人の喫煙率の推移、ジャパニーズパラドックス1965年には、日本人成人男性の喫煙率は82.3%と、他国よりも圧倒的に喫煙者が多かったにもかかわらず、2011年現在では、老人と呼ばれる人々が長寿でいる。しかも日本は、 世界一の長寿国であると2011年5月13日世界保健機関の2011年版世界保健統計で発表している。これを喫煙問題におけるジャパニーズパラドックスと呼ぶ。喫煙が寿命に関わる唯一の要因であるという命題は喫煙率が高いことと寿命が短いこととの間に必ずしも相関性があるとは言えないことから 偽であり、パラドックスが生じている。この命題は、世界各国と日本との比較であり、日本人同士では、喫煙する、日本人の寿命は喫煙しない、日本人の寿命より短い。日本においてタバコは、喫煙によって直接的ないし波及的に発生する、社会的な問題がある一方、タバコ税の税収としての一面もあり、2007年の、 税収は2兆2703億円である。厚生労働省が健康日本21の中で喫煙によって国民医療費の5%が懲戒医療費としてかさむことやタバコ関連疾患による労働力損失を含め社会全体では少なくとも4兆円以上の損失があると試算している。また喫煙による社会損失は 年間7兆円余りという2001年度の資産があり、その内訳は直接懲戒療費1兆2900億円、受動喫煙による懲戒療費146億円、喫煙関連疾患による労働力損失5兆8000億円、火災による損失が2200億円としている。厚生労働省は健康日本21の中で、 最新の疫学データに基づく推計では、タバコによる超過死亡数は、1995年には日本では9万5000人であり、全死亡数の12%を占めていると試算している。速攻にポイ捨てされた紙巻きタバコの吸い殻札幌市では、紙巻きタバコの吸い殻の投げ捨てに対して、罰金1000円を課す。 ポイ捨て等防止条例を導入したところ、歩きタバコをする人が9割近く減ったことが、市の追跡調査で分かり、過量が、紙巻きタバコのポイ捨て防止に、効果のあることが、明らかになった。なお、路面、速行、水路等へのゴミの投棄は元より軽犯罪法で、禁じられている。2003年版消防白書によると、建物火災の10.6%、 林野火災の14.7%が、タバコが原因であり、放火に次ぐ、主な出火原因となっている。タバコ火災のうち57.8%が、紙巻タバコの投げ捨て、18.7%が加減の、点灯、落下によるものである。歩行喫煙は、周囲に煙を浴びせることで、生理的嫌悪感を与え、また、非喫煙者にとって、目や喉に、 肉体的な苦痛を与える。特に、喉の弱い人は、希望しない煙の吸引により病気を負うことが少なく、ない。また、歩行喫煙の紙巻煙草の火が、他の歩行者等の人体、衣服等を焦がす等の問題も指摘されている。紙巻煙草での歩行喫煙は、小さな子供等の顔面近くの高さで前後に、振られながら移動しており、 これが子供に障害を負わせたり失明させることがある。こうした問題に対して、日本タバコ産業では、喫煙のマナー工場の広告を、タバコ自動販売機や、電車の中吊り広告等に掲示している。歩きタバコは、現代の日本では厳しく罰せられる場所も多く、喫煙者の意識が重要であるが、喫煙所の減少に伴い、歩きタバコをする者も,も未だに減少していない。 日本では、タバコ事業を管轄しているのは、厚生労働省ではなく、財務省である。日本国外では、タバコは人体に影響を与える、薬品であるとして、衛生医薬品を管理する省庁が管理している。また財務省は、日本唯一のタバコ製造メーカーである、日本タバコ産業の筆頭株主であることが、日本タバコ産業株式会社法によって、義務付けられている。 これはタバコが課税物資と捉えられ、タバコ特別税による旧日本国有鉄道の事業で生じた国鉄生産事業団の債務返還、林野町による国有林野事業特別会計の森林育成事業にあてがわれている面もある。さらに、タバコ事業法のように、タバコ税収の規模を鑑みてのタバコ産業の健全な発展を目的とした法律もある。一方、 健康面の法令においては、従来の未成年者喫煙禁止法などに加え、受動喫煙について、施設管理に対して必要な対策を講ずる、という訓示規定、努力義務に留める健康増進法などの喫煙に関する法令があり、地方公共団体では、受動喫煙防止条例のような公共施設での喫煙規制に関する条例及び行政活動が行われているが、 その一方で、道府県タバコ税や市町村タバコ税の地方タバコ税税収を受け取り、地方財政の貴重な自主財源となっている。また、タバコ警告表示の管理に当たっているのも財務省である。国民の健康上、厚生労働省は幅広く喫煙対策に取り組んでいる。財務省は、日本タバコ産業及び特定販売業者の タバコ製品パッケージへの注意文言表示の指導、タバコ広告の規制強化等に取り組んでいる。文部科学省は健康の問題、道徳の問題、公場領族の問題として、学校向けに飲酒リスクと共に喫煙リスク教育を指導し、人事院は公務員の健康と快適な公務職場環境のための喫煙対策等、国土交通省は、 交通機関に関する喫煙規制等、環境省は喫煙による軌道粘膜損傷の問題から禁煙指導等をしている。内閣官房と内閣府は政府インターネットテレビで国民にタバコの健康被害を注意喚起している。内閣府はまた政府広報オンラインでタバコ煙炎の発言性等の有害性、受動喫煙防止等を告知している。 平成24年、警察署の留置施設は、国家公安委員会関係刑事収容施設及び、非収容者等の処遇に関する法律施行規則第5条、第3号において、所定の手続きによりタバコの使用、摂取ができるようになっているが、東京都の警視庁は、受動喫煙の影響や社会情勢を鑑みて、警視庁のすべての留置施設を都道府県警察で、 初の全面禁煙にした。厚生省、厚生労働省は、喫煙について、法的に認められた合法的施行であると見解を示しており、成人個個人の喫煙について容認している。昭和39年は、厚生省による喫煙対策の最初期であり、厚生省、喫煙と肺がんに関する会議、厚生省児童局長による知事、 指定都市市長宛てつたつ、児童の喫煙禁止に関する啓発指導の強化について、厚生省公衆衛生局長による知事、指定都市市長宛てつたつ、喫煙の健康に及ぼす害についてがなされた。昭和62年、厚生省公衆衛生審議会により、喫煙と健康問題に関する報告書が作成され、斉藤重郎厚生大臣に意見が具信された。 通称、タバコ白書という。この報告書により国は喫煙と、受動喫煙の有害性を明らかにした。報告書は、平成5年に改正され、平成14年の改正では、喫煙と健康問題に関する検討会報告書となった。これらは、喫煙と健康喫煙と健康問題に関する、報告書、審判喫煙と健康喫煙と健康問題に、 関する検討会報告書として市販された。厚生省は、平成12年、健康日本21を策定し、未成年の喫煙防止、受動喫煙防止、禁煙支援などの対策が盛り込まれ、各地方自治体に通達された。健康日本21に続いて、平成25年度からは、次期、国民健康づくり運動プランが準備され、 厚生労働省の専門委員会は、成人喫煙率低下、妊婦の喫煙率0%、受動喫煙機会を行政機関、医療機関、職場で0%等を目標とした素案を作成している。また、がん対策基本法に基づき、平成19年に、がん対策推進基本計画を策定して、がん予防のため喫煙の健康影響の普及啓発。 受動喫煙対策、禁煙支援などを施策とし、次期、がん対策推進基本計画は、次期、国民健康づくり運動プラン同様、喫煙率低減の目標値を設定している。禁煙家として、有名な小宮山陽子が、厚生労働大臣に就任した際には、突如、タバコ税の増税を、記者会見で発言したため、財務大臣、安住敦氏が、 厚労省の越権行為で、タバコ所管は財務省であると、不快感をあらわにし、野田内閣の閣内不一致が露呈した。厚生労働省は2014年6月25日に、労働安全衛生法の改正法が交付され、事業主は、従業員の受動喫煙防止の努力義務が課されることになったが、完全義務化は自民党の反対により断念された。この改正法は、 2015年6月1日から施行された。2017年には飲食店での原則禁煙や違反して喫煙した物への30万円以下の過料などを盛り込んだ健康増進法改正案を国会に提出する見込みである。明治以来日本潜培公社から昭和60年の日本タバコ産業発足まで続いたタバコの潜培制は旧大ラ省、現在は 財務省と国税庁の管轄であり、日本タバコ産業は、大蔵省からの事業独立後も大蔵省、後に財務省の影響下に置かれている。明治31年に大蔵障害局としてはたばこ栓の専売局を設置。明治36年にタバコ製造、販売のタバコ専売局に改組台湾に台湾総特府専売局を設置。 朝鮮半島に朝鮮総督専売局を設置、再編等を経て、昭和24年に日本専売公社が専売局の職員、専売事業等を継承して、専売局から改祖された。日本専売公社法によると、大倉省に専売事業審議会が置かれ、大倉大臣に任命された委員は、公社の業務に関する大倉大臣の指紋に応じることになり、 校舎総裁、幹事は、審議会の推薦で、大倉大臣が任命、校舎は、大倉大臣が監督することになった。専売校舎が民営化された、日本タバコ産業株式会社においては、日本タバコ産業株式会社法とタバコ事業法に、基づき大倉大臣が同社を監督することになり、大倉大臣は、 会社の設立にあたって、設立委員を命じて発起人とさせることになった。株式は、発行済み株式総数の2分の1以上を、後の改正後は、設立時2分の1以上3分の1を超える数、さらに後の改正で3分の1を超える数を政府が保有することになり、日本国政府として株式を保有する財務大臣の保有総数は、 平成23年末、現在、500万1340株で、発行済み株式総数1000万株の50.1%で、ある。平成24年度中に、保有株は一部売却される予定である。日本タバコ産業側は設立以来、完全民営化を望んでいる。会社設立時は、政府が、発行済み株式総数200万株の全株を、保有した。 日本タバコ産業の経営陣は、旧大倉省からの起用が見られる。JT が公表するところでは、平成23年10月1日現在の、JT 取締役会長、枠井洋治、代表取締役副社長、武田隆史隆、上監査役、立石久夫は、旧大倉省出身である。その他、長岡実る初代社長、小川正元会長、 堀田た夫元副社長、水野茂元社長、水野勝元社長など、急戦倍校舎の人事では、大倉省、国税庁、または民間から役員に起用し、JT になってからも民間人、または内部昇格の起用がある。平成24年6月に、会長、木村博士、社長、小泉光夫ともに、内部昇格により起用され、 大倉省出身でない、プロパー会長、社長が揃ったのは、民営化後発である。大倉省から財務省への再編後、財務省内部部局の理財局の総務課に、タバコ使用事業室がある。平成11年の財務省設置法、平成12年の財務省組織令等に基づいて、平成13年に制定された財務省組織規則によると、 タバコ使用事業室の事務は、タバコ事業及び使用事業の発達、改善及び調整に関すること日本、タバコ産業株式会社の行う業務に関する、こと独立行政法人農業、食品産業技術総合研究機構の行う、業務に関すること財政制度等審議会、タバコ事業等分科会の書務に関することである。財政制度等審議会は、 タバコ事業及び使用事業に関する重要事項等の事務を司る。地方では財務局理財部理財課、財務事務所財務課等がタバコ事業及び使用事業の発達、改善及び調整に関することを所掌し、税関が製造タバコの特定販売業を監督し、財務省外局の国税庁がタバコ税等を所掌する。財務省所監督主会社の 日本タバコ産業株式会社のほか、財務省所管の団体は、全国タバコ工作組合中央会、日本タバコ協会、日本用タバコ技術開発協会、葉タバコ生産近代化財団等がある。喫煙に関する国会議員の活動には、禁煙推進議員連盟、タバコと健康を考える議員連盟などがあり、族議員ではかつてタバコ族議員、その後は、 JT 族議員が相当数存在している。地方議員の活動では、全国禁煙推進地方議員連絡会がある。政党の活動では、民主党タバコ産業政策議員連盟、自民党タバコ特別委員会、公明党がん対策推進本部などがある。自民党には、かつてタバコ族議員が存在し、旗箱農家や販売店組合が議員を支援していた。 代表的な議員は、松岡敏勝、大島忠盛、藤井博久、渡辺光三、小沢一郎ら。元 JT 幹部によれば、JT 社長の諮問機関で、JT が開催する旗箱価格決定の、要コ審議会に、自民党の議員が、大勢でやってきて、価格はほとんど据え置きの状態であった。タバコ族議員はやがて旗箱農家の減少。 政権交代などとともに交代した。平成23年現在、自民党本部は本部内禁煙の方向に動いている。タバコ族議員が交代すると進出したのが JT 族議員である。JT 族議員の大物、千葉慶子は全日本タバコ産業労働組合の顧問を務め、JT 労組は千葉を強力に支援し、JT 労組は千葉同様に、 福山哲郎にも強力な支援をしている。JT ーソは旧社会党グループと親密であり、千葉はその流れにある。千葉は JT ーソと政策協定を結んだり、横道高博らと共にタバコ特別税に反対した。近縁時流の日本にあって平成22年に大幅なタバコ増税が行われ、千葉が2010年の参院選に落選したことに、 JT は危機感を持っている。タバコ産業政策議員連盟は民主党内の議員連盟であり、2010年現在約140人が所属しているが、昨今の日本の禁煙時流ではイメージダウンにつながるため名簿は原則非公開にしているという。議連には松下政形塾出身者もいる。役員はローソ系旧社会党グループが中心である。 2010年現在、顧問は、羽田勤と渡辺光三で、彼ら二人は、かつてのタバコ族議員である。会長は、八郎義夫、副会長は、松本龍事務局長は、城島公力。しかしながら彼らには、タバコ族議員が有していた、政治力はない。2018年2月28日に、超党派の、議員連盟として新たに設立。 所属議員は2019年12月2日現在で72名である。自由民主党タバコ議員連盟は2017年3月7日臨時総会を開き受動喫煙の防止を目的とした厚生労働省の法案について政権の基盤を損なわれてしまいかねない関係者が多いこのまま通すわけにはいかないとして対案を公表した。対案では 基本理念として喫煙を楽しむこと、受動喫煙を受けたくないことは、共に国民の権利だとし、小中高校や病院でも喫煙専用室を認めるなど分煙を推進することとしている。平成20年現在では、日本の既存マスメディアは、喫煙や日本タバコ産業の問題に関する取り組みが消極的である。フジテレビ系。 シンクタンク所長等を歴任した青山天一はそのように指摘する。青山によるとそれは JT がマスメディアの一大スポンサーであることと関係している。日本のマスメディアはテレビ、新聞の大スポンサーとなっている電力会社、自動車会社、JT などに対しては追求しづらいのである。芸能界はテレビ局内、スタジオ、 撮影所などで喫煙可能な場所が多くあり、スタッフも含めて喫煙者が多いというのが平成22年現在の状況のようである。しかしながら、日本のテレビ業界では成人の芸能人であってもタバコを喫煙する姿を放送するのは問題があるという声が上がっている。マンガ、テレビアニメの7は登場人物が未成年である上、 至るところで喫煙し、喫煙場面も多く、平成18年に、作者、出版社、テレビ局等の関係者に対して、特定非営利活動法人日本機嫌学会から、薬害エイズ問題よりも悪質な構図と強く、抗議する文書が提出され、関係者は、真摯に受け止める旨を回答した。日本専売校舎は、昭和32年、 欧米で注目され始めた喫煙と肺がんの関係に関する研究を開始した。昭和42年、校舎はタバコ煙のニコチンタールの量を初めて発表した。昭和45年、福田竹大倉大臣が専売事業審議会に喫煙と健康の問題に関連する日本専売校舎の業務の運営についての諮問をし、 昭和47年、水田美希夫大倉大臣が、校舎に吸いすぎ注意表示等を指示、校舎は注意表示品を販売し始めた。厚生省は、昭和39年、喫煙と健康、米国公衆衛生相関諮問委員会報告書を受けて、喫煙と肺がんに関する会議を行い、 児童の喫煙禁止に関する啓発指導の強化について喫煙の健康に及ぼす害についてを各地方自治体に通達した。その後同省では喫煙と健康問題に関する会議、調査、研究等を行っている。日本タバコ産業発足に向け整備されたタバコ事業法は昭和59年法案提出当時、日本において すでにタバコの有害性が問題となる中、国民経済の健全な発展等を目的として、成立した。法案提出の趣旨説明を求められた、竹下登大倉大臣は、我が国タバコ産業の健全な発展を図り、もって、財政収入の安定的確保及び、国民経済の健全な発展に資するため、新たに、 タバコ事業法を制定することとした次第でありますと、タバコ事業法第一条に即した説明をし、喫煙と健康問題への質問には、喫煙と健康問題は侵害者にとって、揺るがせにできない、問題。侵害者としても、当然この問題に対して、積極的に取り組むべき、引き続き十分侵害者を指導して参りたいと回答。渡辺構造厚生大臣は喫煙の、 健康影響を、厚生省としても、従来より、調査研究に鋭意取り組んできております。今後とも一層の推進を図ってまいる所存であり、健康問題への侵害者日本タバコ産業の取り組みは、厚生省としても、国民の健康を守る立場から深い関心を持っており、必要があれば所管省と相談してまいりたい。健康増進法は、平成14年に制定。 平成15年に施行され、受動喫煙防止の努力義務が法律で明文化された。該当条文は第25条である。学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、観光庁施設、飲食店その他の多数の者のが利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、 受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。健康増進法、受動喫煙の防止第25条対象となる施設防止措置方は厚生労働省受動喫煙防止対策についてにより示している。この法律が施行されたことにより様々な施設で禁煙、分煙が進み始めた。国立がん研究センターが 平成17年の調査を用いて発表した推計では、肺がんと拒絶精神疾患の2つの疾患に関して、受動喫煙を原因として死亡する日本国民は、年間約6800人である。同年、特定非営利活動法人日本禁煙学会の専門委員会は、受動喫煙による疾患として、受動喫煙症を定義し、平成18年の日本、 禁煙推進医師司会試連盟総会、日本禁煙学会のシンポジウム、受動喫煙症の分類と診断基準では、日本における受動喫煙死亡者数は推計で、年間2万人を超えると、作田学座長が述べている。国際的には、平成15年に、世界保健機関の世界保健総会で、タバコの規制に関する世界保健機関枠組条約が採択され、 日本は平成16年に条約を受諾、日本においても定約国として平成17年2月27日より条約の効力が発生することとなった。平成18年、がん対策基本法が国会で成立し平成19年に施行された。この法律により国民はがん予防の責務を有し、国と地方公共団体はがん予防の推進を担う。 国民は、喫煙、食生活、運動その他の生活習慣が健康に及ぼす、影響等癌に関する正しい知識を持ち、癌の予防に必要な注意を払うよう努めるとともに、必要に応じ、癌検診を受けるよう努めなければならない。癌対策基本法、国民の責務第6条国及び、地方公共団体は、喫煙、食生活、 運動その他の生活習慣及び生活環境が健康に及ぼす影響に関する啓発及び知識の普及その他の癌の予防の推進のために必要な施策を講ずるものとする。癌対策基本法、癌の予防の推進第12条東京大学、大阪大学などが国際医学誌、プロスメディシンに発表した分析結果によると平成19年の日本では 約12万9000人が喫煙を原因として死亡し、主要な内訳は、肺がん食道がん心筋梗塞脳卒中であった。平成18年度からニコチン依存症の患者は、禁煙外来の禁煙治療に、保険の適用が可能となった。平成24年、社会の変化と労働災害動向に応じて、労働者の受動喫煙防止のため、 労働安全衛生法に労働作業場の喫煙禁止措置等を講じた条文を加える改正案が国会で審議された。法案提出時における事業者に対する受動喫煙防止の義務に関する条文は努力義務に交代した修正が検討された。その後の修正案で努力義務が削除され、与党と野党は努力義務削除の修正案で合意し、可決、成立した。 世界的に見ると、公共の場所、交通機関等では、全面禁煙が進んでいる。日本は、先進諸国の中で、最も喫煙率が高かったが、2000年3月31日、健康日本21において、喫煙が及ぼす健康影響についての十分な、知識の普及未成年者の喫煙をなくす。公共の場及び職場における分煙の徹底及び、 効果の高い分園に関する知識の普及。禁煙支援プログラムの普及が目標設定され、続いて2002年8月2日に健康増進法が交付され、2003年5月1日に施行されたことから禁煙に関する運動が活発化し、喫煙率は先進国の平均的レベルまで低下してきている。また、喫煙による周囲への影響や、 防災上の理由もあり、企業内での禁煙化、分煙化も進んでいる。病院、商店街、公共施設などでは施設内は全面禁煙が原則であるが、例外として別に設けた喫煙所を提供したり、または空調によって喫煙場所からの煙が他に流れないようにするなどの工夫も見られる。また、企業の火器取扱設備、危険物取扱設備、 製造ライン、倉庫、制御室、研究所等は、防火場や品質、機器のメンテナンス上の理由で当初から、全面禁煙である。2005年の朝日新聞による報道によると、一部の、企業では社内を全面禁煙に主現役喫煙者を、採用選考の対象にしない場合もある。公共交通機関と、病院、クリニックは、最も早く禁煙が進んだ。 施設の一つである。2005年頃から急速に禁煙化が進んだ。2010年 JT 発売鍵タバコの機内利用は、吐く、息のニコチンが換気が十分にはできない狭い機内の空気環境を悪化させるとして全日本空輸は全面禁止であるが、日本航空は許可としている。その他の施設では、劇場の舞台や客席、工業場の客席は、 消防法や工業情報で許可を受けた場所以外は禁煙とされており、近年ではライブスタジオ内を全面禁煙とたり、プロ野球の名古屋ドームではすでに全面禁煙がされ、喫煙関連の商品の販売も廃止。中央官庁庁舎は官庁役所の中で最も禁煙化が遅れているが、厚生労働省は2006年4月より庁舎を全面禁煙化した。 2010年2月25日、厚生労働省は健康増進法に基づき、全国の自治体に、学校、体育館、病院、百貨店、飲食店などの公共的な施設を、原則的に、全面禁煙とするように求める、県発令に25代2号通知を出した。文煙では、タバコ煙の漏えいによって、受動喫煙は防げないという理由による。ただし、 単なる通知文なので法的強制力も罰則規定もない。また、全面禁煙が極めて困難な場合には、将来的な全面禁煙を前提にした暫定的な分煙を実施するよう要請した。2014年6月25日、労働安全衛生法の改正法が公布され、第68条の2で、事業主に労働者の受動喫煙防止の努力義務が定められた。 この条項は2015年6月1日より施行される。未成年者喫煙禁止法によって未成年の喫煙及び喫煙機会を与えることは禁止されており、学校教育で禁煙指導しているが、社会の喫煙に対する姿勢によって防止ができていない。喫煙の動機は好奇心やなんとなくが多く、タバコは自動販売機や 小売店で容易に入手している。未成年の喫煙行動は友人、親、軽視、教師などの喫煙と密接な関係がある。2010年10月横浜市の調査では、中学生の1.5%が常習喫煙者であり、保護者の7割が容認していることを示す。山田匠教育長は、低年齢での喫煙習慣は、重大な健康被害をもたらすのみならず、 少年飛行の入り口として健全育成の観点から大きな課題がある常習者対象の禁煙指導プログラムを策定し保護者と共同で禁煙支援の取り組みを推進すると述べた喫煙開始年齢が低いほど依存を形成しやすい傾向があるまた喫煙開始年齢が低いほど健康に与える影響や後年の発言率も高いことが知られており 未成年の喫煙防止が大変重要である。未成年者が喫煙した場合、若ければ若いほど、ニコチン依存症に陥る可能性が高いばかりでなく、大人以上に、タバコから受ける害悪が大きい。喫煙は、健康を奪い、生命に関わり、寿命を縮める。タバコの喫煙は、感慢なる自殺行為。 感慨なる多殺行為ということが現代日本においても言われるようになっている。恋愛と結婚平成23年に行われた製薬会社ファイザーの男女の恋愛結婚における喫煙意識調査では20代から40代の女性600人中43.3%喫煙女性300人に限ると74.0%が タバコを吸わない相手を恋人にしたいと回答し、タバコを吸う相手を恋人にしたいと回答した女性は8.7%であった。結婚相手に選ぶなら、タバコを吸わない相手がいいと回答した女性は50.7%、引きつ女性では81.3%が、そのように回答した。喫煙男性への印象は、 喫煙女性は63.3%が何とも思わないと回答し、非喫煙女性は71.7%が、タバコ臭い、不健康、格好悪い、時代遅れ等の否定的回答をした。男性側の女性に喫煙を望んでいない。20代から40代の男性の62.0%、非喫煙男性に限ると83.7%が、 タバコを吸わない相手を恋人にしたいと回答し、タバコを吸う相手を恋人にしたいと回答したのは1.3%、結婚相手はタバコを吸わない相手がいいと回答した。男性は66.3%、引きつ喫煙男性では86.7%が、そのように回答した。引きつ男性の77.3%が、喫煙女性に対する印象として、タバコ臭い、不健康、 格好悪い、時代遅れ等の否定的回答をした。父と娘平成22年のファイザーによる喫煙に関する父子の意識調査では、喫煙者の父親を持つ小学生から高校生の娘300人の85.7%が父親にタバコを吸って欲しくないと回答し、その理由は父親の健康が64.6%。 タバコの匂いが51.8%、家族の受動喫煙が35.0%であった。喫煙する父親300人への質問、子供から禁煙を勧められたら、禁煙に挑戦したいと思いますかでは、49.7%の父親が、はいと回答した。飲食店ファイザーは、平成20年、週に一度以上飲食店を利用する喫煙者と、 引き出演者それぞれ400人の合計800人を対象に意識調査を実施した。これまで飲食店で他の客のタバコの煙によって不快な思いをしたことがありますかこの質問に対して67.3%が不快な思いをしたことがあると回答した。その538人への質問利用した飲食店でタバコの煙で不快な思いをした場合、 その店を次回も利用すると思いますかの回答は利用するが22.3%であった。538人は食事中にタバコの煙で不快な思いをした時に喫煙者に対してどのような行動をとりますかの質問に81.8%が吸うのをやめてほしいと言いたいが我慢すると回答し7.1%が 吸うのをやめてほしいとはっきり言うと回答した。800人全員への質問、受動喫煙を防止するために、飲食店で、タバコが吸えないように法律で規制することについて、どのように思いますかの回答は、非喫煙者400人の76.3%が賛成、喫煙者400人は4人に1人が賛成であった。800人全員への質問、喫煙席。 禁煙席について飲食店がどの程度の対策を取るべきだと思いますかの回答は64.5%が分煙にする25.3%が終日全席禁煙にする5.9%が全席禁煙タイムを設けるであった平成22年の日本経済新聞クイックサーベイによると体制の人が集まる場所は 原則全面禁煙にすることをどう思うの質問に五十三パーセントが賛成、二十八パーセントがどちらかといえば賛成と回答し、最も多く選択された賛成理由はタバコの煙や匂いに迷惑していた。辞典は健康被害を減らせるであり、喫煙者が多いことが原因で足が遠のいている場所はどこかという引喫煙者への質問の回答は居酒屋が 最も多く、時点は、喫茶店であった。厚生労働省からの通達等により、推進されている、喫煙対策にあって、神奈川県は、平成22年4月1日、全都道府県で、初めての受動喫煙防止条例となる、神奈川県公共的施設における、受動喫煙防止条例を施行し、続いて、兵庫県が、受動喫煙の防止等に関する条例を、 平成24年3月21日に交付した。大分県では、平成16年に美しく快適なダイブ県づくり条例が施行され、ポイ捨て防止のため歩行喫煙は慎むように、定められている。市区町村の谷においても、路上喫煙禁止条例、ポイ捨て禁止条例等が各地で実施されている。平成14年、ファルマシアは、 東京と大阪の上場企業200社にオフィスの禁煙状況の意識調査を実施した。その結果、65.0%が分煙、22.5%が全面禁煙、4.0%が時間別の禁煙措置であった。主な理由は、セントが世の中の流れ、セントが社内環境の変化、セントが 社員の健康のため、11.5%が、社内の意見であった。オフィスの喫煙に関する規定が導入された時期は、平成9年頃から平成12年頃が回答の62.3%、平成4年頃、またはそれより以前と回答したのは23%であった。平成21年、ジョンソンエンドジョンソンは、企業の社長、役員500人に、禁煙と、 企業経営の意識調査を実施した。企業の喫煙対策には賛成ですかの問いの回答は54.6%が賛成、23.4%がどちらかといえば賛成。喫煙対策の取り組みは16.2%が勤務時間中は社屋内外及び外出先等どこにいても全面勤務10.2%が社屋内外ともに 全面禁煙35.2%が社内では禁煙スペースと喫煙スペースが完全に分かれた分煙15.4%が禁煙スペースと喫煙スペースがあるが完全に分煙されていない18.6%がどこでも喫煙可能喫煙のリスクとして最もよく知っていることは従業員の健康への被害で84.4% タバコを吸っている社員は企業に悪影響をもたらすと思いますかの問いの回答は15.0%が悪影響を与えていると思う31.8%が多少は悪影響を与えていると思う47.4%がどちらとも言えない2.2%が多少良い影響をもたらしていると思う0.6%が良い影響をもたらしていると思う 法制度による企業の喫煙対策義務化には29.2%が賛成22.0%がどちらかといえば賛成18.8%がどちらでも良い13.6%がどちらかといえば反対14.8%が反対であった。非喫煙者の採用へ平成21年のジョンソンエンドジョンソンによる企業の社長 役員500人への禁煙と企業経営の意識調査では喫煙者の雇用について56.8%が特に気にしない28.4%ができれば雇いたくない11.6%が雇いたくない0.8%がどちらかといえば雇いたい0.6%が積極的に雇いたいと回答している平成23年 がん対策情報センター室長、山本誠一郎が代表を務める研究班の主催で開催されたシンポジウム、就活と喫煙にまつわる不都合な真実で、タバコと就職に関する企業意識調査が発表された。調査の対象は、企業の人事担当者で、有効回答者838人の業種は多様で、広範囲にわたるものであった。 旧3新社会人の喫煙に対してどのような印象がありますかは、25.2%が好感が持てない、30.7%がどちらかといえば好感が持てない。旧4新卒採用の際に喫煙が採用に影響する可能性はありますかは、今までの採用に関しては10.4%が影響した可能性がある、19.6%が 少しは影響した可能性がある。今後の採用に関しては15.6%が影響する可能性がある。33.1%が少しは影響する可能性がある。すでに喫煙の有無を採用基準にしている企業は3.7%。検討している企業は14.3%。その他の企業では半数以上が今後、非喫煙者であることを。 採用基準にすることに前向きな回答をした。パチンコチェーンストア協会は平成22年に全国のホールに完全分煙化を呼びかけた。神奈川県有儀場共同組合は神奈川県の受動喫煙防止条例に合わせてホール店舗入り口用に禁煙、喫煙、分煙の表示板を作成した。大手ハンは平成24年仙台町の大型店舗を 全席禁煙で大阪南場に開店した。パチンコの市場規模自体は縮小している。日本プロマージャン連盟は平成19年第24期リーグ戦からすべての公式対局で全面禁煙にし、感染中の喫煙も禁止である。井出洋介プロらが提唱する喫煙、飲酒、賭博をしないで公序良族を守る健全なマージャンを楽しむ。 健康麻雀も日本全国で普及しつつある。日本の大学では、平成15年の健康増進法施行以来、禁煙の大学が増加している。平成14年度の段階で10校が、敷地内禁煙、平成15年度には23校で、敷地内禁煙となった。平成22年度の段階で107校、平成24年3月時点では、 予定を含め136校の大学と23校の短期大学が敷地内禁煙、キャンパス、学部別では194カ所となっている。受験段階から禁煙指導等を行う大学、入学時に禁煙の制約書類等を提出する大学、在学生が喫煙すると懲戒処分になる大学もある。愛知極み看護短期大学は、 平成16年の創立から敷地内禁煙であり平成20年度入学から出願書類にタバコを吸わないと記入するようになっている北海道薬科大学は平成18年から敷地内禁煙であり平成21年度入学から出願資格要件に医療関係者として将来にわたり吸わないと確約できるものが入り在学生は 喫煙により訓告処分等を受ける。相乗大学薬学部は平成23年度から入学者を非喫煙者に限定することを募集要項で案内している。中部学院大学は平成18年から敷地内、駐車場、周辺地域が禁煙であり平成20年度から入学者は禁煙制約書を提出する。山野美容芸術短期大学は 平成17年から敷地内及び周辺地域と通学途中が禁煙であり喫煙による懲戒処分がある。大学当局は未成年喫煙が違法であること接客業の美容師は禁煙するべきであることを在学生向けに通達している。平成18年から敷地内禁煙の神戸女学院大学では新入生が 喫煙禁止の制約書を提出している。名古屋女子大学、名古屋女子大学短期大学部は、平成15年から、敷地内禁煙となり、平成16年度から新入生に、禁煙の制約書提出義務があり、教職員の採用については、喫煙者と明記する。その他、原則禁煙の大学では、京都大学が、平成18年時点で、 建物内の公の場での喫煙は現在はほぼ禁止。平成20年4月1日に吉田キャンパスと桂キャンパスが屋外全面禁煙になり各部局による指定喫煙場所を除く全額禁煙を達成した。東京大学は平成20年4月1日よりキャンパス内原則禁煙。タバコ事業法第1条にはこの法律は タバコ専売制度の廃止に伴い、製造タバコにかかる租税が、財政収入において占める、地位等に鑑み、製造タバコの原料用としての国内産の葉タバコの生産及び、買い入れ並びに製造タバコの製造及び販売の事業等に監視所用の調整を行うことにより、我が国タバコ産業の健全な発展を図り、もつて、財政収入の安定的確保及び、 国民経済の健全な発展に資することを目的とする。タバコ事業法第一条となっており、工作、製造、販売、課税が法的に裏付けされている。喫煙行為について記載はない。合法的な販売に付随する合法行為とされるに、過ぎず、法益の権利ではないので、自身の責任と施設の管理者により、時間、場所、他者への影響に応じて、 喫煙行為に制限を要す。喫煙行為に伴い生じる受動喫煙をさせない、責務を怠った場合は、民法の不法行為責任を適用する判決がある。第12条日本国憲法第12条によれば、自由及び権利は、公共の福祉のために利用するものであり、乱用してはならない。この憲法が、国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、 これを保持しなければならない。また、国民は、これを乱用してはならないのであって、常に、公共の福祉のために、これを利用する責任を負う。日本国憲法を、自由及び、権利の保持義務と、公共福祉制、第12条第13条日本国憲法において、包括的な自由権は、日本国憲法第13条の規定である。その条文によれば、 公共の福祉が実現されなければ、その自由の権利は尊重されない。国民の自由と幸福追求権は、公共の福祉を脅かすことは認められない。国民の生命は、最大の尊重をしなければならない。すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、 立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。日本国憲法、個人の尊重と公共の福祉第13条、公共の福祉に関する、喫煙者と非喫煙者の権利の衝突において、喫煙の自由による喫煙者のタバコ煙炎を伴う呼気及び空気は、非喫煙者の健康を害するが、非喫煙の自由による。 被喫煙者のタバコ煙炎が伴わない呼気及び空気は喫煙者の健康を害しないのであり、個別の法令では健康増進法、地方自治体の受動喫煙防止条例等が施行されている。第25条生存権を規定する日本国憲法を第25条によると国民には健康の権利があり、国、自治体は全ての生活部面で社会福祉、社会保障、 公衆衛生の向上と増進に努める義務がある。近年、喫煙の健康被害と喫煙行為に由来する有害化学物質による生理的健康被害が科学的に明らかとなったので、国民の喫煙率の削減と受動喫煙のないことを目指し、健康日本21においてタバコのない社会という社会通念を確立するという、 表現で国民の合意が得られる状況に至った。すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。日国はすべての生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。日本国憲法を生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める。 国の義務第25条第31条日本国憲法を第31条によると法的手続きを経ずに生命を奪うことはできないが自由もまた法的手続きを経ずに奪うことはできない何人も法律の定める手続きによらなければその生命もしくは自由を奪われまたはその他の刑罰を課せられない日本国憲法を 生命及び自由の保障と家計の制約第31条タバコ以外の薬物ゲートウェイドラッグ、例えば大麻の喫煙は大麻取り締まり法で免許のないものは喫煙以前に所持等が禁止され免許のある大麻取り扱い者の大麻使用方法は研究等の用途に限られている。また、かつて販売されていた大日本住友製薬の ヒロポンや武田薬品工業のゼドリンのように一般流通していたものが法的に制限された事例もある。日本における喫煙の権利、喫煙の自由は個別の法令により制限されている。20歳未満の者は未成年者喫煙禁止法第1条により全面的に喫煙の自由が制限され、前年齢では軌動運輸規定第7条。 旅客自動車運送事業運輸規則第53条、第6号、消防法第3条第1項第1号及び、第23条、地方自治体による、路上喫煙禁止条例、等で、制限されている。国や JT、その他の企業等相手ドル訴訟がしばしば起きている。平成10年の農道的喫煙者による、タバコ病訴訟、昭和55年の喫煙者による、 県縁権訴訟、平成16年の禁煙タクシー訴訟のような、受動喫煙による裁判もある。平成17年に、横浜地方裁判所で開始した、タバコ病をなくす横浜裁判は、共同通信社、毎日新聞社のニュースサイト、日本経済新聞社のニュースサイト等の報道のほか、AP 通信社が配信、CNN が放送し、ジャパンタイムズ市、 アルジャジーラ社のニュースサイト等に掲載された。タバコ病をなくす横浜裁判の原告は、東京高等裁判所の控訴審において、タバコの違法性を主張し、憲法違反、商法第266条、国家賠償法第1条等に基づいて、JT 等を訴え、平成24年3月に棄却されて、敗訴、同月、最高裁判所に上告した。 喫煙の自由に関する意見訴訟としては、昭和45年、監獄での喫煙の自由は、制限されると最高裁判所が判断し、原告が敗訴した在関者禁煙意見訴訟がある。昭和38年、公職選挙法違反容疑で逮捕された原告は、刑務所に遺憾されると、タバコを没収され、在関中のタバコの所持及び喫煙は許されなかった。原告は、 精神的苦痛により国家賠償を請求して1、真の敗訴及び1真を支持した2真の敗訴を経て最高裁判所へ上告した。最高裁判所への上告において原告は、在官者の喫煙を禁止した、監獄法施行規則第96条は、未決交流者に対する自由と幸福追求に関する、 基本的人権の侵害であり日本国憲法第13条に違反すると訴えた。昭和45年9月16日に最高裁判所大法廷は裁判官全員に一致で上告を帰却した。検察による起訴では明治42年に農民が旗箱を納入せずに喫煙した旗箱一輪事件の裁判がある。日本高校衛生学会 日本高校外科学会、日本公衆衛生学会、日本呼吸器学会、日本産科婦人科学会、日本循環器学会、日本小児科学会、日本心臓病学会、日本肺癌学会の旧学会では、喫煙による、ニコチン中毒者は喫煙病として、患者と呼んでいる。大麻は、毒性も依存性も、タバコなどより低く、そのためタバコの喫煙リスクを、 自己責任で認めるなら、同じ理由で、大麻も合法化すべきであると、池田忍は、大麻の合法性と喫煙リスクの自己責任について、語っている。検縁検訴訟を扱った、弁護士の伊佐山義雄によれば、世界各国のタバコと健康に関わる分野の、専門家は、喫煙病などの因果関係を、疑問の余地なく肯定している。また、伊佐山は、喫煙か健康か、 世界会議や国際消費者機構といった国際会議では世界各国から権威ある医師、医学者、また医療現場の技術者等が集まるが喫煙とタバコ関連疾患との因果関係はまだ明らかでないといった議論は皆無であるとしている。一方、喫煙での健康の有害性についてによる根強い異論もある。日本では養老けしや小屋の厚志、室井直、 三井氏岩尾、杉山孝一、名取春彦、上杉正幸などが過度な禁煙運動に異論を唱えている。物理学者の三井氏は、医学常識は科学の非常識と述べ、哲学者の室井は、喫煙の有害性が科学的に証明されたことはない、と断言している。また、禁煙団体が持ち出した、喫煙を続けると肺が真っ黒になることは、 新陳代謝上ありえず、むしろ権限団体が、自分たちの主義主張で禁煙を推し進めるために、写真を捏造したと指摘している。そして、最初に、喫煙イコール悪ありきで、自分たちの都合の良いデータだけを収集し、それをドグマとしている、と主張している。ニコチンの身体依存性は、極めて弱く、それに基づく、精神依存の増強は認められないとする主張がある。 東京大学名誉教授で、医師、解剖学者の養老岳氏は、文芸春秋2007年10月号にて、肺癌の原因がタバコであると、医学的に証明できたら、ノーベル賞ものと述べており、癌は、根本的には、遺伝的な病気であり、医学論文は、意図的に数字を選んで結論を導き出すものだから、絶対的な信用は置けないと医者は、嫌というほどわかっている、と述べている。 同年9月13日、日本禁煙学会は、この発言について、養老岳史及び山崎正和に公開質問状を送った。質問状では、肺がんの主な原因が喫煙ではないという根拠は、何か、受動喫煙には、害がないという根拠は何か、等について聞いている。しかし養老と山崎から返事はなく、日本禁煙学会は、 同年10月30日に催促状を送った。一方の養老の所属事務所によれば、これまでも反対される方へ、反論のコメントを出すということはなく、質問状が手元に届いても見ずに捨ててしまうだろうとのことだった。2008年6月2日、タバコは肺がんの原因ではないという記事が日経ビジネスに掲載された。執筆者は、 脳研究者の池谷有事である。この記事によれば、タバコが肺癌がの原因ではない可能性があるという。肺癌に関し世界の3つの研究グループが、それぞれ独自に調査を行い、すべてのグループともに、第15染色体上の同じ遺伝子による影響が大きいことを発表している。実験データによれば、この遺伝子が人によってわずかに違い、どのタイプの遺伝子を持つかは、 親から譲り受けることで決定されニコチン受容体を持った人は肺がんになりやすいと結論づけている。デコードジェネティス社のステファンソン博士らは、危険に電子を持っている人は、ニコチン端的に陥りやすく、タバコを常用し肺がんになるとしている。一方残りの2つの研究グループは、この結論に反対し、タバコと肺がんは無関係だとしている。 国際癌研究機関のブレマン博士らのデータによれば、タバコを吸わない人でも危険遺伝子を持っている人がおり、非喫煙者についても遺伝子を大規模に調べたところ、タバコを吸わなくても危険遺伝子を持ってさえいれば、肺がん発生率が高いと結論づけているという。日経ビジネスの記事よりおよそ2ヶ月前、4月3日に、ネイチャーには喫煙と癌の関係についての記事が2つ。 同時に掲載されていた。日経ビジネスの記事で言及された、アイスランドのデコードジェネティス社のステファンソン博士らの研究結果の記事と、国際癌研究機関のブレナン博士らの研究結果の記事である。日本医師会によると、副流炎に含まれる有害物質は、主流炎の数倍から数十倍多いとされている。一方、養老岳氏は、 自動喫煙の危険性は問題外であり、低温で不完全燃焼するタバコから発生するので、有害というのは科学的根拠はないと批判した。また室井直は、自動喫煙の害は全くエビデンスに基づいておらず、喫煙団体が提示している、各種写真や統計は劣造であるとし、風の喫煙キャンペーンと IWC の反捕鯨キャンペーンに共通する。 姿勢を指摘している。弁護士の伊佐山義雄は、受動喫煙は、非喫煙者の健康権、人格権に関わる現代最大の人権問題の、一つと言わなければならないと述べている。ジャーナリストの大地谷一郎は、野外、屋内構わず、進む禁煙区域の急速な拡大によって、むしろ喫煙者の人権が、ないがしろにされており、うまく共存できないものなのかと苦言を呈している。 大阪がん循環器病予防センター健康予防推進部長の中村正和医師は監修したタバコの基礎知識において、タバコの効用はすべてまやかしに過ぎないと指摘している。元がん研究会附属病院の統計家に勤めていた医師の名取春彦は、テレビや新聞は、タバコ有害論しか言わないが、タバコの喫煙には、下記の効用があるとしている。 覚醒作用リラックス作用発想の転換を促す、着付け作用地方病の予防になる可能性が、大喫煙所は自由人たちの社交上なお、風や様々な研究機関等が、受動喫煙も含めたタバコの害について、科学的根拠をもって、健康障害を引き起こすことが示されて、論争に終止符が打たれたとされている一方で、タバコの害の否定や、 喫煙の公用を主張する一部の指揮者等について、国立千葉医療センターの医師、小野田博士は、喫煙者の思考には、タバコの害を無視しようとする、否認という特徴がありますが、これもニコチニー存症から来るものです。と指摘している。かつては、職場、家庭、航空機、電車、プラットフォームバスタクシー、病院など、公共における、 あらゆる場所で喫煙が許容されていた。例えば、教師が授業中に加え、タバコで授業を行ったり、医者が加え、タバコで、診察や手術を行うことも多かった。しかし、1980年代中頃から、アメリカ合衆国では、自己管理ができない肥満者や喫煙者は出世できないという噂をもとに、職場での禁煙や分煙を導入する企業が、現れ始め、 これに橋を発して徐々に国民的な禁煙活動が広まり、喫煙者から非喫煙者が健康被害や匂いの付着等の迷惑を被らないようにする。禁煙活動へと発展して、禁煙権が定着した。禁煙権が定着することによる喫煙者への圧力に伴い、喫煙者からは喫煙権が主張されるようになった。これは法的に何ら問題なく、 また憲法で保障された自由権の行使であり、権限者に非難されるべきものではないという主張に基づき、また1980年4月7日に起こされた権限権訴訟にて、権限権に否定的な判決が下された判例も、それを後押しした。2009年11月に、鳩山政権がタバコ税の引上げを検討した際に、 日本共産党の市田忠義初期局長は、健康問題とタバコ税問題を絡めることを批判し、禁煙権と同時に喫煙権もあり、国民的な議論が必要だと主張した。禁煙者は、煙や悪臭による、不快感や健康への悪影響などを強いられることに、大きな苦痛を感じている反面、喫煙者はこれらに無配慮であったり、 または逆に経営者の苦情や禁煙活動により苦痛を感じており、その認識には大きな隔たりがあることから、当事者間において、しばしば感情的な対立を招くケースが見られる。このような感情的な対立がエスカレートとした事例としては、1999年に A 団地下鉄の車内において喫煙していたものに、車内での喫煙をやめるよう注意したところ、 アイスピックで左胸を数箇所刺されるといった事件が発生している。1987年に米国内で販売が禁止されている基準値 0.5ppm 以上の大看板に汚染されたタバコが国内に輸入され141万本が日本国内に出回る事件が起きた。この事件については同年6月5日の参議院決算委員会において 旧大蔵省及び外務省が5月20日の段階で、この情報を知りながら、回収を行わないまま調査結果を内密にする、与米政府に要請していたことについての質疑が行われている。ありがとうございます。